綺麗な海だな。ここがマクリル浜か。クリモ姉さんいるかな。尋常に勝負かけつはない。消えない術を刻んで果てろ。リートルプイン次カゲクラル。ここだ。容赦の情け一切かけない。私たちが探してるグリモワールもビエンフみたいな精霊なのよね。正直あれがライフセットやアイゼンと同じ精霊だとは思えないんだけど。疑問はもっともじゃが、いろいろと微妙な話が多くての。話せる範囲で説明するでぐよ。なら前から気になってたんだけど、その帽子取ったらどういう顔なの？それだけは言えないでぐ。いきなりダメなわけ？そのハットのリボンピラピラして邪魔だろう。ほどいていいか？バッとバッと絶対にダメでぐ。このリボンだけはほどいちゃダメなんでぐ。どうして？それも絶対に言えないでぐ。話せないことばっかりじゃないの。なんなら話せるわけ？例えば僕たちがどんな種族かとか、精霊界における位置づけとか能力とか。あ、それ聞いてみたい。では教えてあげますから、よく聞くでふよ。僕たちはノル民族という歴史とした精霊の一種族なんでふ。他の精霊と比べると自然を操る霊力は落ちるでふが、他者の力を引き出し強化する能力に秀でてるんでふよ。お便利パワーアップ精霊ということじゃな。別名凡霊だ。おお、バット！その呼び方はノル民族のトラウマでふよ。どうしてトラウマなのです？その呼び名のせいで平凡だと思われるんでふ。それが嫌でみんな個性を出すのに必死なんでふよ。それであなたは妙な話し方をするのですね。なんだか平凡な悩みだな。ビエーン、平凡って言うな。あのペンギョン何してるんだろう。卵を温めてるんじゃない？多分そうです。あのペンギョンはお父さんとお母さん、
ペンギョンは一夫一婦制で、同じ相手と添い遂げるロマンチックな生き物なんですって。夫婦だから卵が生まれるんだね。でも、どうやって卵はできるのかな。え、それは…あ、知っていますか、ライフセット。ペンギョンの卵って、大きな殻の中にオレンジ色の子卵がいっぱい詰まってるんですよ。プチプチ系なんだ。ええ、イクラみたいな食感で、ウニのような濃厚な味わいの。魚鳥類って魚に近いのかな。食べるんだ、あんなに大事にしてる卵。残酷ではありますけど美味しいんですよ。ペンギョンのもも肉とプチプチ卵をご飯にのせた他人丼に見せかけた親子丼は絶品なんですから。ネーミングもやばすぎ。私がつけたんじゃありませんけど。卵美味しそうだけど今は取らないであげようね。邪魔するなら始末する。攻撃
本気で戦いなさい。わしは遊ぶときすら本気で。準備はいいわね。片付いたみたいだ。行くわよ。あれってクリモ姉さん？あ、行っちゃう！クレイト！ドラゴン！いや、でっかいトカゲゴーマだ！ダイルの仲間？覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘム。影スバル。影スバル。高加減。痛みを忘れちゃった。それ。決定。守れ、空飛び。防衛影スバル。増減脚。影スバル。決定。気をつけろ。風の衣よ、電話しろ。
エレナー影しろぜブラッカネーこんなところで越したことはないね。せっせいやここだ。クライエングとどってここね。笑われてくれるぞ。ここだ。クライエングとどって。ついじゃと。ここね。バランクスライド。影スバル。せいや烈光弾。こんなところで。日常ジャックステップ痛みを忘れしまったぜいやちっここだクライデュエルスイジャコとどめバランクスライドゲイここだクライデュエルゲイヨーデュエルゲイとどめバランクスライドここだクライデュエルネコーディとどめバランクスライドと同じ種族の精霊でしょうか。あんたがグリモワール？うん。頼みたいことがあって探してたんだけど。ああ、あんた誰？ベルベット、魔女の知り合いよ。あ、そう。グリモ姉さん、ご無沙汰じゃの。ご無沙汰でぐ。ああ、あんたたち相変わらずどっちも妙竹林ね。どういう関係なんだ？魔女の修行をしておった頃の先輩じゃよ。で、なかなかに興味深い古文書があっての、その解読を頼みたいんじゃ。へえ、あんたが他人に肩入れなんて珍しいこともあるもんね。暇つぶしにちょうどよくてな。私は暇じゃないけど。グリモ姉さん、そこをなんとかお願いでふ。そういうのやってないから。ふむ、残念無念、引き受けてはもらえぬか。やる気なら出させてあげるわよ。やれば。脅しじゃない。でしょうね。あんたみたいな目をしたこと関わると、とんでもないもの背負わされるのよ。この年になるとね、そういうのは重くっていけないわ。何歳なんだ？それ以上踏み込むとあんたのケツに花火突っ込むよ。おう、これは失敬。取り付く島がないようだな。南の島なのにごめん。古代語、どうやったら読めるようになる？勉強する本とかあるかな？へえ、自分で勉強して読む気？僕、本が好きだし、昔のこととか知りたいし、必要なんだ。坊や、ずいぶん熱心じゃない。坊はベルベットの役に立ちたいんじゃよな。うん、
授業料高いわよ。教えてくれるの？嘘。けなげさに免じて読んであげるわ。古文書はどこ？これです、グリモ姉さん。姉さんはいらないから。あ、はい、姉さん。姉さんはいらない、うん、さて、どんな本なのかしら。古代アバロスト語。また厄介なやつね。痛みもあるし、ささっとは読めないわよ。可能な限り急いで。急ぐにしてもこんなところじゃ、なんだ、落ち着ける場所に移ろうぜ。さっきの失言忘れてあげる。この先にハリアって村があるわ。おう、かたじけない。さっさと行きましょう、そのハリア村とやらに。ぶしつけな質問で恐縮ですが、グリモワールは聖主アメヌチではありませんよね。そんなわけないでしょ。どういう流れで私が聖主になるわけ。あなたにそっくりなアメヌチ様人形がイズルトの土産屋で販売されていたものですから。ああ、あれね、あの店主が寝てる時に耳元で勝手に売るなって囁いたんだけどね。夢にまで出てきたら、それはむしろ本物のお告げだと思ってしまうでふよ。ここは一つ肖像権侵害にクレームつけて、あの店主から姉さん使用料を取り立てるべきでふ。そんなの放っておきなさい。そうでふね、どうせ大して売れないでふもんね。へえ、あたしの人形って売れないんだ。姉さんはアンニュイで渋いでふから。人形っていうのは僕みたく可愛くないと。じゃあ売ってあげるわ、あんたを。本当ですか。ただし剥製の一点物だから、ちょっと値段は張るけどね。は、剥製って、姉さん堪忍でご。ほんと疲れる。で、何の話してたっけ。あなたが聖主アメノチかどうかという話です。ああ、そうだったわね。私は聖主じゃない、ただの女よ。ほう。私みたいのが聖主じゃ、あがめる側もやりにくいでしょ。そうですね。あ、いえ、その、あなたには何もかも見透かされているような気がしてしまって、むしろ聖書を崇拝する方が安いというか、気軽な感じさえするものですから。聖書よりも私のが怖いわけ。怖いというより、世の中を知っている大人の女という感じです。悪くない答えだけど、何も出ないわよ。ハリア村、オスカーたちが話してた凶暴なゴーマがいる村では？かもしれん。警戒した方が良さそうだな。ここだ、ね、コーディー
探索船私の完全なる大勝利を見た。